オリオンです。今回の雑学はですね、はい、日本で最も画数が多い漢字は何かというと、はい、それはですね、タイトという字ですね。ただ現実的に使用されているかというと、何とも言えないというんですね。はい、そのタイトという漢字はですね、こちらです。はい、雲、雲、雲、竜、竜、竜。これでタイトと言います。このタイトという漢字、なんとですね、字画が84画ですね。84画もあるという。ちなみに普段から使用する漢字で、最も多い漢字が、漢字の画数が20画と。それ考えたらもうすごいですよね。84画。タイト。はい。